まずは耳より上の部分をざっくり取ってルーズ感が出るように結びます。次にこの結び目を一度クルリンパしてください。トップはボリュームが出るように引き出します。下ろした髪の毛は適当にコテで巻きます。あまりボリュームが出ないようにサイドをコテで巻いたら、このようなピンで結び目を留めます。はい、あっという間に完成です。